ではここで東野さんにもお付き合いいただきまして、はい、コーナーに参りましょう。はいはい、日日これ祝日お願いします。つまらない毎日でも誰かにとっては特別な記念日かもしれません、うん、皆さんからこの1週間で特別なことがあった日を報告してもらい、新しい祝日記念日を設定していくコーナーです。わかりました。早速紹介していきましょう、はいはい、今回は5月18日水曜日から5月24日火曜日です、うん、今週の日日これ祝日、はい、ラジオネームがっちゃんごちゃん、とある一般企業がビジネスネームという本名ではない名前を仕事上使用しているという話になり、うん、上司にお前だったら源氏な何つけると振られたので、うん、私は、アベノハルカスと答えました、うん、5月18日文字ではそうでもないかもだけどその時は受けてたよの日です。こういうことありますよね。源氏な源氏な源氏な、ね、いやだ聞きたかったね。エーマッソってどなんかええ名前やん。あ本当ですか。嬉しい嬉しい。何なんそのエーマッソってマッソって何なん。マッソ筋肉マンから取ってます。あ、はい、それはねマッソのマッソの。そうですそうです。あ、はい、そういうことなんだ、はい、ね。 A は A はイニシャルです。イニシャルっていうのは愛ちゃんと愛子でやってます。喫色悪っ。喫色悪っ。ダブル工事に言われてんけど。あ、まややばダブル工事に一緒に考えて下がらないですよ。あ、そうなんだ。あ、そういう下の名前でそうですそうです。あ、かあそうなんだ。だからもうリスペクトですよね。ダブル工事リスペクト。サインは A マストはそのサインはとか考えるの2人で。サインはうん、なんか似顔絵みたいなの書いてますね。かわいいな。そんなタイプやないのに。なんかムカつくな。いやいや。ステージ変わってなんかムカつく。いやいや似顔絵描くタイプ。加納さんなんか似顔絵とか描いてられるかあるかっていう。いやいや描きますよ。途中ですから。途中ですか。ラジオネーム椎茸嫌い、はい、駅のホームで外国の方にどこどこへ行くにはどの電車に乗ったらいいと英語で話しかけられました。拙い英語知識ながら自分なりに伝わるように説明を試みていたところ、爽やか男性が割り込んできて僕に代わって流暢な英語で説明し始めました、うん、5月19日は自己主張の強さから察するに本場仕込みやねの日です。ねえ、いやでもだってあの今、ね、渡辺直美ちゃんとか、はい、ユリアンもそうだけど、うん、なんかこう海外志向強い、ね、僕らの考えられへんけど英語喋れて、ね、そこあんの。いやいや何にもないですよ。全く英語もできないし、いね、日本制覇したいです。かっちょいいですね。村上さん、はい、あと少しちゃいます、ね、うちらはまあ日本まず制覇して何をほだされないと。そんな言えへんやん。海外行けないですね。さすが、はい、今日俺村上さん好きっす。ザ・W はもう一回出んの？毎年出んの？いや、まだ決めてないですけど。やっぱ M1 なの？まあ、でも W で漫才してないので、うん、あどっちなんですかね。いやいやいや。興味ありますか？はい。W。いやいや、一応見る、一応見るよ。その、言うたら CM とか、全部、はい。だから、リアルタイムでは見えへんけど、ダダダダダダッとは見る。で審査員のコメントも、そんな聞かない。ダダダだけそれやって、はいはい、なんか引っ張られるやん。はいはいはい。で勝手に自分の中でどうなんやろ、 あこうなったんやっていう感じで見るけど、うんはいはいはい、W でなんかちょっとあエマストさんってこんな人なんだって言われるようなことが多くなったんちゃうの。まあだから明らかに仕事は増えた感じは増えた。 そう、そんな感じよね、はい、ありますよね。いやだから取りたいのかやっぱでも M1 の決勝に行きたいのか。いや行きたいですよね。それはやっぱもうやっぱり M1 の決勝は行きたいですけどね。もうできたの。まだできてない。次行っていいですか。これダダーっていくやつなんで。一個一個しゃべる。一個一個しゃべってやるから。今日は、ね、オーディションやと思って。違う違う違うんですよ。ABC と毎日制覇したの。違う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 、ね、まだ野心やったんすいません。ラジオネームバナージュ、はい、後輩との飲み会、はい、終電が近くなったので終電大丈夫と聞いたら、あ、こういうのって逃すのが正解なんですっけと返されました、うん、5月20日は、バリ下手くそやけどキュンですの日です。可愛らしい。これなんて言ったらいいんですかね。いやそうそう、だからもうそのキュンとか、うんはい、どう言っていいかわからんキュンと
キュンってキュンです、ね、あの CM で今ねおじいちゃんがキュンってやってるやん、はい、でも俺からするともうおじいちゃんサイドに軸足いってるから、はい、あとだからそのなんかこんなするやんこのハートの親指ハート、はいはい、指ハートで、あんなすんの可能性しないでしょ、しないって言ってしないよね可能性めちゃくちゃするじゃん、いやもうピースでしょ、いい今我慢してるぐらい時間だってやりたいいつだってやりた やりたい今なんかピース下にしたりとか、はい、なんかしてるやろみんな、今ハートこれらしいですよ、ほっぺたに顔の横にこうやってやって、ほっぺたに小太りじいさんやそんなもん俺からすると小太りじいさんみたいな、マジでこうすんの、はい、こうやって写真撮ったりするんですよ、はい、うん、TikTok とかは A マストさんやってんの？ TikTok はやってないです、ね、やめてや、俺ショックさすがにちょっと手出すパリンってなるから壊れちゃったなんかあの踊ったりとかないですないです、いやせめて踊るやったら胸の谷間作って踊ってほしいもう行き切るっていう、釣りや一番やれへんやつでやってほしいよ、あ確かにそうですね、ラジオネーム猫背ドボルド、はい、長い間友達だったけど最近付き合うことになった彼氏と初めてカラオケに行きました、うん、いつもの選曲で西野カナさんの鳥解説を入れようとしたのですが、この度はこんな私を選んでくれてありがとうという歌い出しであることに気づき、うんうん、一旦入れた予約を取り消しました。5月21日は何意識しちゃってんの私の日です。すごい ね、 ねカラオケでは2人は何歌うの、うん、私はねごめんねなんか気色悪いおじさんの人の人でユーミンとか好きです、ね、ああいいね、うん、ユーミンの何が好き、ユーミンのハローマイフレンドとか芸風にないね芸風にないわ、はい、あーそう、うん、村上さんは、私はシーナリンゴシーナリンゴ何が好きなの、丸の内、あーなるほど、初期のね、はい、初期のいいよね、はいはい、何歌うんですか、僕ね俺吉井くぞ避けよ持って行ってますやん、そっち、いや違う、もうわざとそのキャラ、ほんまや、めっちゃ早かったし陰キャラやろ、いやそれはほんまはもっと下行けるけど、いや違う、これほんまにカラオケ行けへんけど、はい、なんかそのコロナ前とか例えばゴムゴムとかの終わりでスタッフと浜田さんとカラオケ行く機会になった時に、はい、まずトップバッターで歌わないと、なんかもうスタッフも歌っていいかとかわからんし、うん、で浜田さんもそういうタイプじゃないから、うん、もういきなり行かなあかんから、うん、なんかとにかく、まあ、どうでもいいっていうか、うん、なんか適当に歌うのがもう避けようになって、うん、それ歌ってみんな歌って、うん、で最後は全員がもう言えへんけど、うん、早く浜田さんあのウォーウォーと言われて歌ってくださいって何のよ聞きたいですよね、そう聞きたいから、はい、それのウォーウォーまでが1時間ぐらいあるのよそれを順番にスタッフでこうつなぎながら、ほぐしてほぐして早くウォーウォー来いとウォーウォー来てやった帰ろう思ったら、はい、なんか変なスイッチ入るから、はい、どんどん歌い出すのよウォーウォーあとはなんかあのチキンライスとか歌ってくれんねんけど、我々はもうウォーウォーでええねん、満足、そう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 、あれは無理ですか、あーエキストリック少年、歌ってくれるよ、あれめっちゃいいですよね、あれのエンディングも歌ってくれるし、いや何でも歌ってくれるよ、その言ったらスロースターターやから、それだけは問題は、いやそれ起爆剤が良くないんじゃないですか、その酒が何かあったら酒よ、いや上がらんけど、3人で歌ったらユーミン酒よ、嬉しいなリンゴっていう続いていきます、はい、ラジオネームチチブリリン姉妹もどき、はい、新居に引っ越し、うん、お風呂場のタイルを見てほしいと入浴しながらビデオツアーをしてきた義理の母、うん、65歳、うん、途中間違えてカメラの切り替えボタンを押してしまい、はい、私夫子供で義理の母の裸を眺める時間があった。5月22日垂れてなかったの日です。65歳、親の裸って、はい、どうなのみ、そう思春期の頃は、思春期私は割と銭湯行ってたんで、ああそうかそうかそうか、全然ですね、うち昔古い家やったから、うん、はい、俺中学生ぐらいかな、うん、はい、あの和式便所やったんですよね、はい、でトイレしようと思ってガッて開けたら、うん、おかんがうんこしてたんですよ、うん、ほんまたまたま申し訳ないけど、はい、でも思春期の頃のおかんとうんこってもう一番ちょっとおもろいし、はい、ね、ちょっとこういじりたい気持ちもなるやん、はいはいはい、そのうんこも途中やったのよちょっと垂れてるついてたんや、じゃあまだついてる時やって、ついてたんや、おかんは気づかずにうんこされてたのよね、はいはい、ちょっとおもろいから黙ってちょっと見てたんですよ、2秒3秒ぐらい、はいはい、ら気配で感じて、うん、で、あーって何しの工事って閉めて閉めなさいってね、で閉めへんかったんですよ、閉めへんかった、見たいってこと、ほんだら、はい、おかん必死でその繋がってるうんこを隠してた結
ケツ隠せ。いやいや、ケツを隠せ、ね、うんこ。いや、だって旦那さんにお尻かうんこ見る、はい、うんこの方が恥ずかしいでしょ。いや、うんこの方が恥ずかしいです。どうんこ絶対まだ見られたことないでしょ。うんこまだ見られたことない。おしっこは見られたことあります。なんでやねん。おしでも、うん、うんこ気づかずぼーっと考えたことしてうんこして、うん、長さんと出てきて、うん、でだ旦那に、はい、うんこの完成品見られるの一番恥ずかしい。いや、いやですね。いや、そうですか。東野さんみたいに覗きに来ないですよ。こうやけど流し、まあ、こっそり蓋して流してくれるんかな。何も言わんと、何も言わんと、ね、優しかったら、うん、優しかったらね。、はい、いきます。ラジオネーム感情むき出し、はい、ソファーに寝転んで他人の恋愛にタレントがあれこれ言うテレビをつけながら、うん、スマホでアイドルのゴシップのネットニュースを見、体にいいと話題のドリンクを飲んでいました。5月23日ダンスウィズメディアの日です。それ完全に僕でしょ。あのだからゴシップのネットニュースを見て、ほんでアマニ油飲んで長生きしたいのよ。飲んでるんですか。あのスプーンいっぱい大きめのカレー食べる用の大きめのやつで、うんうんうん、朝起きたら、うん、アマニ油なみなみ入れて、はいはい、飲むんですよ、うん、無味無臭、まあ、ドレッシングよりはってことで、はい、ああいうのオメガ3っていうのはなんかオメガなので、うん、それ中、はい、だからこんなに元気だったんですよ。もう40、50で死んでいくと思ったら、うんはい、今とにかく75まで頑張りたい。75なんですね。だから要はボケずに、はい、シャキッとしたおじいちゃんでいたいために、うんうん、できるだけその体にいいことを。でも若い人の恋愛興味ないでしょ。もうそのゴシップ見ても昔ほどうわーとか。でもやっぱそうキャラクターあるから頑張ってんのよ。うわーとか言って、うん、とか付き合ってんのとか言うけど、でもそれどうでもええよ。それはそれよりもだから三河健一さん家売ったの方が興味ないねんけど、恥ずかしいや。そっち行くの。やっぱ若い人の人、ね、あのアイドル付き、なんか、なんか付き合ってるらしいでとか、うん、彼氏いるらしいでとかいう方が、まあね、やっぱり一応キャラクター上で頑張ってますから。はい、ラスト行きますね、はい。ラジオネームみーたろ、うん、道を歩いていると小学生の3人組がグリコをしながら帰っていました。うん、微笑ましいなと思い聞いていたら、グーはおなじみのグリコ、うん、パーはパイ、チョキはブラックサンダーでした。うん、耳を疑いましたが、子供たちは楽しそうにやっていました。5月24日アップデートしてるかダウングレードしてるのかどっち。だからチョコレートじゃなくても商品名になっちゃってるってことだ。そんなしたちっちゃい頃グリコとかやってたんやりましたよ。いいえやってた、はい、なんかもう喋ったらあかん感じなんで、ちょっともう時間があるなんで、ね、すいませんごめんなさい。すいません。いえいえ、ということで1週間できました。来週もお便りお待ちしております。待ってます。次回は5月25日水曜日から5月31日です。来月の軍団対決のテーマ発表させていただきます。うん、来週のテーマは尖りです。人は誰しも尖っている時期があるもの、あなたの個性です。尖ってるなと思ったエピソードをお送りください。メールアドレスお願いします。はい、メールアドレスは aa@mbs1179.com aa@mbs1179.com です。たくさんメールお待ちしております。するやチス。やるね。